え、金魚は恋をする？エミチャンネル？何？なんかゲームしない？今から。ねえ、ちょっと今からさ、あの、ひなのに暇伝するね。ねえ、今配信中なんだけどさ、ね、音乗ってるんだけどさ、で、今何してたの？なんかゲームしてた？金魚は恋をするって言ってました。え、金魚は恋をする？なになに、なに、足高金魚は恋をする。え、足高金魚は恋をする。大パンしたの聞こえた今。人形ね。あ、それあれじゃん、ビスクドールでしょ。そう、うん、知らない。キセコイって言うんだね。なんかお前があれ、アニメの2話めっちゃエロいみたいなツイートしてたの見たよ。え、そう、めっちゃエロい。え、主人公の子がエロかったの？やばいね、これ。え、あの主人公の子ってさ、あの服作ってる男の子だよね。あ、そう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 。え、めっちゃエロかったの、その子が。女の子がめっちゃ。あ、違う。あれさ、なんか父がさ、父のさ、なんか書き方めっちゃ気合入ってない？え、じゃアニメもめっちゃ気合入ってる。嘘、マジで見ようかな。え、ガチでやばい。え、本当？結構アウト寄りだと思う。アウトなんや。ひなのさ、あの全然、あの、え、エミチャンネル、何？何ね、全然断ってくれてもいいんだけどさ。じゃあいいよ。何？なんかゲームしない？今から。え、なんで逆にいいと思ったの？え、ひなのやっぱちょっと遊びたいかなと思って。何時だと思ってんの今ね。なんと12時53分。寝るよ。あ、わかりました。うるさい。はい、じゃあね、ひなのありがとう。うん、またね。はい、さよなら。うん、ありがとう、バイバーイ。え、なんか言ってた？今なんか言ってたよね。ひなのちゃんでした。ありがとうございました。ひなの寝る前なのに誰絡みしちゃった。